なぜお前なんだ。俺の方が優れていることを。この星がなくなる前に証明してやる。災いはオロチの復活なのかな。太平不時になんか載ってない。この先は原本当たってみないと。この町の郷土資料庫が保管しているらしいんですが。なんだこの力は。誰かを守りたいと思う心に。お前が捨てた力だ。終わりだね宇宙人。この世の終わりみたいなひどい寝癖だな。いたなら起こしてよ。怖い夢でも見たのか。前にも話したよね。子供の頃に見た光の巨人の夢。あの続きを見たの。どんな。ものすごい爆発に巻き込まれて死にそうになるんだけど、誰かが私を抱いて助けてくれたの。なんでこんな夢見るのかな。さあな。この暑さだ。妙な夢を見てもおかしくない。
12月にもかかわらず真夏日を記録する日本、続々と飛び去る UFO の群れ、日本近海から姿を消す海の怪獣たち、そして相次ぐ地底怪獣たちの死、これらは地球滅亡の前触れに過ぎないのだろうか。終わりの始まりの地、それが日本なのだとしたら、幾多の怪獣たちについて記された歴史書太平風呂記、その失われた原本がこの町の郷土資料館によって保管されているということが分かりました。まだ見ぬ幻のページに滅亡を逃れるヒントが記されているに違いありません。カットカットカット、もうなんか緊迫感足んないんだよな。じいさん、もう一回、今度は走りながらやってみよう。こんなことをしているうちに地球が滅んじゃいますよ。はいはい、早く早く、何回やるんですか。もうまだかな。まだですかね。太平風呂記見せてもらえますかね。庭のコスモスが満開なの。季節外れの暑さも案外嫌なことばかりじゃありませんね。あの、突然すいません、岸根教授はお留守でしょうか。ご存じないのね。主人は先々月亡くなりました。え、僕ら太平風土記を見せていただくために伺ったんですが、生前主人が申しておりました、太平風土記は禁断の書、いたずらに公開すればこの世を恐怖と混乱に陥れる、しかるべき時が訪れるまで決して公開してはならないと。ビートル隊日本支部長官の菅沼です。私に大事な話があるそうですね。間もなく最後の魔王獣が現れ、この星は食われる。終わりの始まりの地、それは8つの地脈が交わる東京の聖地。滅びの時は2時間後に迫っている。何か証拠はあるんでしょうか。随分余裕だな。今すぐ手を打たなければこの星はあっという間に食い尽くされるぞ。あんたのせいでな。なぜあなたが我々にそんなことを教えるんです。こんなとこでくたばるわけにはいかないからだ。八つの地脈が交わる東京の聖地というのは、長官、東京タワー周辺にてビルが沈んでいると異常現象が相次いでいます。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。政府は観測史上最大級の怪獣災害が起こる可能性が高いとして、首都圏全域に非常事態宣言を発令しました。ウルトラマンオーブに倒されたマガオロチは妖体に過ぎない。あの時奴は地底にその命を託した。間もなく地球そのものをさなぎとし完全体になる。その名はマガタノオロチ。地球の存続を脅かす恐ろしい怪獣であり、昨今我が国で起きている異常現象は全てこの怪獣が出現する前兆であるということが分かりました。状況は東京タワーの直下100メートル、地熱の急激な上昇を確認。1万度を突破します。地球の中心核より高温だと。新たに周辺ビルの沈下を確認。上空には異常な嵐が。長官、一刻も早く総攻撃に踏み込むべきです。素性も分からない宇宙人の誰事を信用するのか。現にこれだけの兆候が現れてるじゃないか。怪獣が現れてからでは取り返しがつかんぞ。人類滅亡を止める方法はただ一つだ。あれが完全体になる前に地底のさなぎを徹底的に破壊する。今ならまだ間に合うぞ。スパイが R1、
最新鋭の大陸間弾道ミサイルか。相手は常識をはるかに超えた生物です。通常兵器では太刀打ちできない。それがパリ本部の結論です。確かにあれを凌駕する兵器は存在しない。しかし長官、使用許可を。実験段階のミサイルを東京のど真ん中で使用するのか。半径1キロが破壊されるぞ。避難が間に合わない。我々の目的は首都防衛だけではない、全人類の存亡がかかってるんだ。避難の状況は。了解。これあと1時間って無理だろう。東京いよいよやばいな。だからさっさと逃げておきゃよかったんだよ。押すなよ。邪魔。避難指示が出ているのは東京タワーを中心とした半径10キロ圏内。避難勧告は半径20キロ圏内と広い範囲で出ています。ただいま怪獣関連で新しい情報が入ってきました。ビートル隊はマガタノオロチの復活を阻止するため新型ミサイルによる攻撃を決定しました。発表によりますと攻撃範囲は東京タワーを中心とした半径5キロ圏内とし、住民の避難が完了次第攻撃に入るとのことです。天の雷に似たるや、悪しき気を持ちてオロチ蘇らせたり。もっとお行きなさい。でも叱るべき時が来たらこれをあなたたちに渡してほしい。それが主人の願いでした。岸根教授が。なんで俺たちのことを知ってるんですか。年寄りをなめんじゃないよ。近頃は少しはマシなサイトになったようだね。新さん、どうしよう。俺今すごい感動してる。僕もです。こんなに嬉しいのは中学生の頃ホーキング博士からファンレターの返事をもらった時以来です。時間がないよ。 SSP 出動。了解。おじさん、何しに来たんだよ。早く避難しろ。ジャグラーに会わせてくれ。それ無理だ。あいつがオロチのこと話したんでしょ。なんでそのこと。あの男は危険なの。人類に手を貸すとは思えない。何か裏があるはずだ。落ち着いて、落ち着いて、これお願いします。攻撃始まるんだろ。俺たちみんな見殺しかよ。そんなことはありません。落ち着いてください。ビートル隊による攻撃の発表がありましたが、指定区域の避難は未だ完了しておらず、現場では大変な混乱が生じております。皆さん落ち着いて、落ち着いて。長官、よろしいですね。ここだ。ナオミ、ここで待ってろ。意外とは嬉しいね。どういうつもりだ。うん、なぜビートル隊にオロチの出現を教えた。一体何を企んでる。滅びゆく人間どもに真実を教えてやったわけだ。引き金を引くのは俺じゃない。人間自身さ。スパイナー R1 発射。発射。
天の雷に似たるや悪しき気を持ちてオロチ蘇らせたり。恐怖に駆られた人間ほどおぞましいものはこの世にない。一度は闇の力にとらわれたお前ならわかるだろう。人間どもの闇の力がマガタのオロチを生み出し、この星を地獄に突き落とすのさ。レグ、どうした？カイさん！おい！着弾まで5、4、3。スパイナー R1 目標に命中。これはどうした？爆発の熱エネルギーが地底の一点に収束していきます。何？長官、あれを。星の全てを食い尽くす超大魔王獣マガタノオロチだ。お前に倒せるかな。ゾフィーさん。ゾフィー。ベニアルさん。ウルトラマンベニアル。光と闇の力お返しします。フュージョンのアタック。
ちゃん、どこに行くんだ。しっかりしろ、ガイ。実に、実に勇気ある戦いだった。だが、まだ終わりじゃないぞ。いや、終わらせない。本当の地獄は、こんなもんじゃないぞ。愛さん、もし私が死んでもあなたのせいだなんて思わないで。ちょっとの間だったけど、私あなたと過ごせて幸せだった。私あなたのことを忘れない。世界中が